こんにちは、コージーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は久しぶりにちょっと街に出てきたので、街って、中央駅のアミュプラザなんですけど、ちょっとお買い物してきました。久しぶりだった。カルディの実店舗の方に久しぶりに行ってきました。なんだっけ、ネットショッピングでは冷凍物とか冷蔵物が最近見ないんですよね。もう売ってないのかわからないけど、でこの前江頭2時50分さんの江頭チャンネルの私ファンなんですけど、江頭ちゃんこの前カルディデビューしたみたいで、初めてのカルディでお買い物してきたって言って、なんかすごく美味しそうなものいっぱい紹介されてたので真似っこして買ってきました。まずこれウニバター、絶対美味しいでしょ、ウニ大好きだし。カルディの商品ですね。そして塩バタカマン、これなんかちょっとセールになってたのかな、職場に持って行ってみんなで食べようと思います。これシナモンロール、前から気になってたんですけど、なかなか買いに行くことがなかったので今日やっと買ってきました。カフェオレ黒糖だって、美味しそう、甘そうだけど、美味しそうなのでこれも職場に持って行って飲もうかな。あと最後でマリトッツォ、エガちゃん前にこれがマリトッツォだよっつってねるねるねるねを食べさせられて、それがずっとマリトッツォだと信じてた、まあ、みんなに騙されてマリトッツォだと思ってねるねるねるねを食べてたみたいなんですけど、でやっと本物を食べたって言ってもうすごく感動してました。生クリームが好きなんだそうです。私も最近マリトッツォあんまりどこそこで見かけなくなったのでちょっと買ってみました。後で食べたいと思います。あとね、雨の中もういつもあまり長くいたくなかったので、そしたらちょっとこうまたナチュラル系のお洋服を置いてあるポップアップショップみたいなのが出てたので、ちょっとねあんまりいい年してと思われそうなんですけど、可愛いの見つけたので、まずこれ、お袖が半袖でカットワークのブラウスですね。この前ありましたよね、福袋に入ってたけど、これとこれがね、なんと これとあとランパースカート、これツーウェイみたいで、この V ネックが前の方と普通ののと両方着れるみたいです。すごく薄くて今からの季節に、ね、T シャツと合わせてもいいし、ジャンパースカートとか大好きです。値段取ってある、これとこれ合わせて2つで3740円だったかな。すごくお買い得だったのでつい買ってしまいました。このジャンパースカートとか好きなんですよね。これも後で着てみたいと思います。黒糖カフェオレ、甘い匂いがします。黒糖の味がしますね。私甘いコーヒー好きなの。
この前のジュノージュノーさんのワンピース今日早速着てきました。ちょうどよかった。すごいね。いただきます。このパンのちょっとしょっぱさとあんまり甘すぎない生クリーム、絶妙、おいしい。たまにはこうスタバとか行ってお茶してって思ったんですけど、やっぱりもうすごく並んでて、並んでまで飲む元気ないなと思って、お店もあちこち見たかったんですけど、なんかちょっと疲れてしまって、カルディさんって言ったらすぐ帰ってきました。おいしい。オレンジピールが入ってるものなのかな、マリトッツォって。え、そうなの、知らなかった。柔らかいパンにオレンジピールを入れた生クリームを挟みました。もともとそうなのかな、オレンジピールが入ってるものなのかな、知らんけど。明日がお仕事じゃなかったら、うん、もっとこううろうろして晩ご飯まで食べてこようかなと思ってたんですけど、さすがに仕事だと思うと無理。ごちそうさまでした。美味しかった。食べるだけの動画でした。今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただいてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。